様です。5月2日朝6時に為替介入が入ったと思われます。3円ほど動きましたので、3兆円ほど追加で入れたんでしょうね。まあ、財務省も粋なことをやるじゃないですか。一応ね、介入が入った後ってのは、その後3日以内に追加介入を入れることはできるんですよ。で、3日を過ぎるとどういうことが起きるかっていうと、IMF の合議が必要になってきます。つまり、為替介入ってね、勝手にできるわけじゃないんですよ。IMF の許可がいるんですよ。まあ、つまり、為替介入を例えば日本がすると、他の国にもやっぱり影響するわけじゃないですか。そして、為替操作の疑いをされてもいけないんですよね。だから、いくらぐらいの金額で、どのぐらいを目安に為替介入をするよっていうことを決めて、OK が出たら、じゃあ、為替介入の時間っていうのをね、決めていくわけなんですよ。で、そうなった時には当然、そこに群がるしてってのがいますよね。その介入で儲けようとする人たちです。そういう人たちってのは結局、こういった IMF とかのね、情報のおこぼれをもらってる人なんですよね。で、今回の報道も日経新聞でこうやって出てますけども、早いじゃないですか。情報を先にもらってると思いますよ。そういうふうになってるんですよね。だからこそなんですよ。作為的に仕込まれるところには私たちの付け入る隙もあるわけですよ。ね。だから偶発的に起きるものに関しましては誰も予想できないんで仕込みはないんですけども、仕込みがあるってことはね、入り込む余地があるってことなんですよ。ですんで前回の介入が入って3日目ギリギリの今日ってのは介入を追加で入れるには最もいいね、タイミングなんですよね。まあ、ですんで FX オリガルヒの皆様とか速稼塾限定動画の皆様にはトリガーをお勧めしていたわけなんですよ。ただ、あんまり強くは勧めてなかったですよ。で、この時だけトリガーってのがありますよっていうことをね、ちょっとね、匂わしていたわけなんですけども、このトリガーにつきましては、毎月のですね、雇用統計の時に練習できますので、また興味がありましたら、FX オリガルヒにご参加ください。もしくは、速稼塾にご参加ください。記事の方を読んでいきましょうか。1日の1日ですね、ニューヨーク外為市場で、米連邦公開 FOMC に、ありましたと。まあ、FOMC 会議があって、それから数時間前にね、パウエル議長がなんか喋ったんですよ。その後に、急激に円高ドル安が進んだって書いてますけども、こんなの為替に決まってるじゃないですか、介入にね。会議の後でこれ動かないですよ。どんなすごい発表があったのか知りませんけども。大した発表はないわけですよね。で、そうやって、材料出揃ったなっていうふうに思わせた時に一息ついてこの介入があって、ドーンと突き上げたわけですよね。まあ、この辺も私にしたら、まあ、こんな人がね、滝田陽一さんが後追いで記事書くよりも先に私の方はこんな予測は立ててますからね。まあ、そのぐらいは分かりますよってことなんですけどもね。じゃあ、ポジション立てていた方、おめでとうございます。ということで、ちょっと速報でお届けしました。